皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターカー講師の大切でございます。3つの課題フレーズにチャレンジして、目指せ、脱初心者、イエーイみたいな、そんな趣旨の動画をやっているわけなんですが、今回はこの3本目の動画でございます。1本目の動画では、パワーコードとミュートについて練習をしまして、2本目の動画ではカラーピッキングについて練習をしました。そして、この3本目の動画では、コードチェンジがテーマ。となっておりますので、頑張って練習をしてみてくださいませ。コードチェンジでございます。画面のズババババーンという感じで、側面からお見せしながらちょっくらやってみますと、C コードをまず押さえていただきたいんです。C コード。人差し指が2弦の1フレット、中指が4弦の2フレット、そして薬指が5弦の3フレットという感じです。で、この3箇所を押さえて、C コードができたとなるんですが、ここから指を離していただきたいんです。指を離します。このそれぞれ押さえている C コードの指を一回バッと離します。で、この離したら、そのまままた C コードをフッと押さえていきます。またこう離して、フッと C コードを押さえる。このときに、離して押さえるときに、一本ずつ、ういっしょいっしょいっていくんじゃなくて、いっぺんにバッといっていただきたいんです。いっぺんに C コードをバッと押さえる。ここ2本押さえてから、薬指完成じゃなくて、薬指、中指、人差し指完成じゃなくて、いっぺんに3箇所ガッと押さえて、コードチェンジをするという感じです。平たく言うと、もうこれだけです。それぞれの弦に対して、この適切な間隔を保って、弦に向かって突進をするわけです。はい。で、離して、よいしょ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 。こんな感じ。です。こんなに速くやらなくてもいいです。最初はすごくゆっくり C コードを押さえたら、離して C コードを、離して C コードを、離して、C コード、C コード、C コード、まあ、こんな感じで、すごいゆっくりやっていただいて大丈夫です。慣れてきたらハンマリング、プリングっぽくちょっとこう速くやってみたりとかして遊んでいただけると。嬉しいんですけれども、最初はゆっくりで大丈夫です。ちょっくらコツについてお話をさせていただきますと、そのいっぺんに押さえるということは、弦を押さえる前にすでにこのある程度形になってなければいけないということですよね。この弦を押さえる前に C コードっぽい形をすでに作っておいて、そのまま弦に持っていくと。この感覚を大事にするということです。ある程度形を作ってから、で、こう面を揃えてから、この中指、薬指がこうバラバラになってしまっていると同時にはいけないので、ある程度こう面を揃えながら、なおかつ形を整えながら、そのまま弦に向かって突進すると。そうすると、いっぺんに押さえられる。というような理屈でございます。これが人差し指が遅れていったりとか、中指が向こう側行ったりとか、薬指が向こう側行ったりとかせずに、同時に押さえるわけです。こんな感じ。これが最後の課題でございます。もしまだ余裕があるよという方は、違うコードでもトライをしてみてください。C が終わったら次は D。こんな感じですね。で、その次は E コード。で、セーファーに関しても同じような感じで、面を揃えてから突進をすると。で、その次 G。で、A。で、B に関しても、この形を作って、面を揃えてから突進をする。で、最後にまた C に戻って終わりという感じです。まあ、余裕があったらで大丈夫です。とりあえず、この動画においては C コードができれば OK ということにさせていただこうかなと思います。余裕があったらいろんなコードでもチャレンジをしてみてくださいませ。そんな感じで、3本目の動画ではコードチェンジが、テーマでございました。どうでしょう。ちょっと3つほど課題を出させていただきましたけれども、うまくできましたでしょうか。1つ目のこのパワーコードというのは、ね、このやっぱミュートがすごく難しいわけなんですけれども、でもギターってその出さなきゃいけない音を出すということよりも、出しちゃいけない音を出さないということが難しい楽器だったりとかするんですよ。ピアノとかと違って、そのミュートを自分の指でしっかり行わなければいけないので、そのミュートがうまくいかないと、すごい余計な音がバーッと入って、演奏が台無しになってしまうと、そうなってしまわないために、クリアな音質で演奏するために、はっきりした音質で演奏するためには、ミュートがむちゃくちゃ大事なんです。で、そのミュートができているかできていないかで、すごい演奏の差が出てくるというか、
出来に差が出てきたりとかするので、変な話、すごいシンプルなフレーズで、簡単なフレーズであっても、ミュートがしっかりできていれば、意外とかっこよく聞こえたりとかするんですよ。けれども、すごいこう、ね、指をバタバタ動かすような、なんか難しそうな早弾きのフレーズでも、ノイズが入ったりとかしてしまうと、すごい台無しになってしまうんです。パワーコードに限らず、いつでもそうなんですけれども、まずはパワーコードの形を完璧にするところからスタートしていただけると、すごく嬉しいなという感じです。で、2つ目のピッキングに関して、動画の中でも言ってましたけれども、カラーピッキングができないとリズムキープが難しくなるんですよ。で、そのリズムキープが難しくなるだけではなく、フレーズによっては辻褄が合わなくなってくるときもありますし、単純にリズムが悪くなるわけなんです。右手を常にこう振りっぱなしで、基本的なビートを崩さずに自分の中にこのグルーヴを循環させるわけなんですけれども、そのグルーヴを循環させながらストロークをしていくと。で、このグルーヴが途中で止まったりとか、どっかで速くなったりとかすると、やっぱその時点でノリが変わってきてしまうので、基本的な流れとしてカラーピッキングを入れつつ、振りっぱなしの動作を身につけるということが大事です。で、その自分の中でグルーヴをこう循環するような、そういうノリが身につけられたら、それのステップアップとして、また違ったパターン、途中で止まったりするようなパターンもあってもいいかと思います。けど、この止まらないというのは、まずもう基本中の基本なので、まずこれができてから、他の音にチャレンジしていただけるとすごく嬉しいなと思います。で、3つ目のコードチェンジに関してなんですけれども、やっぱこのフィンガリングのテクニックというのはね、なかなかこう難しくて、そんなすぐにはできないことも多いかと思います。けれども、それぞれの指を独立して動かすというイメージでしょうか。人差し指はこの辺にあって、中指はこの辺にあって、薬指はこの辺にあって、なんていうこういう動きってもうギター以外では日常生活では出てこないじゃないですか。やっぱりこのそれぞれ人差し指はこんな感じ、中指はこんな感じ、薬指はこんな感じ、そしてそれぞれの指は全然関係ない動きをしていると。この動作をギターでどんだけ身につけられるかということがキーポイントになってくるかなと思います。で、それがうまく身につけられたならば、さっきやったようなある程度形を作ってからストンと落とす。これができるはずなわけです。これがまだまだ身についていないうちは、指がバラバラと動いてしまって、ってなっちゃうかと思うんですが、こうならないように頑張って練習をしてみてくださいませ。というわけで、3つのフレーズ、いかがでしたでしょうか。それぞれのフレーズがうまくできたら、最初に言ってたとおり、どのくらい弾けるのと、友達、もしくはご家族、ご友人の方から聞かれたときに、YouTube でなんかギターレッスンやっているギター講師の滝沢勝成というやつから一応お墨付きはもらってるぜというふうに言っても大丈夫です。まだまだね、初心者の域を脱しても課題はたくさんあると思うんですが、これからも頑張ってギターを練習していきましょう。僕もなんだかんだでギターを始めてから20年経ってしまいましたけれども、まあ、日々課題だらけでもヒヤーって感じですよ。でもまあ、そこは楽しく頑張って練習を続けていければなと思います。皆さんも頑張って楽しく練習を続けてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。ははははははは。